変変ヘ変次はかつて存在していた日本の女性お笑いコンビ。ホリプロコムに所属していた。二人は東京アナウンス学院で出会う。大野は芸能バラエティカ、鳥越は声優家に在籍。同行主催のオーディションの時、二人とも同時期に芸能事務所の人に芸人を勧められたのがきっかけで二人ともお笑いの道に入る。2015年結成。 鳥越え曰く、数とは寂しいから組むことにしたとのこと。コンビ名は、生ハムとおしるこなどおのが提示し、鳥越えに任せた結果、変々事変に決定した。その後、ホリプロコムにスカウトされ、2016年4月より、同事務所に所属となる。アベマ TV、お願い。マンピンコン2016年11月決勝大会にて、第2位となる。 2018年2月25日に決勝大会が行われたミスターフェスタ2018にて優勝。2018年5月26日、初単独ライブ超絶アイドルセイノンラブを開催した。2019年4月15日、解散を発表。その後取り越え、王の共に芸人を続けている。なお、変変事編としての最後のライブ出演は、 同年4月12日のホリプロライブだった。ホリプロコムには鳥声だけピン芸人として残り、大野は退所した。大野は2019年6月1日から加藤優の生き別れた妹とされているプロレスラーの春風とのコンビ、ネバーギブアップを組んで活動している。ネバーギブアップは2020年からライジングアップのセカンドチーム所属扱いとなっている。以前は 時事ネタを出してオーノが説明し、それに対して鳥越が意見を出すという掛け合いなどの漫才をしていたが、その後鳥越の塞いくぶりをオーノがいじり倒すというネタなどを展開していた。ネタ中で小道具を使ったこともあったほか、歌を歌ったり、客にサイリウムを持たせて踊らせたこともあった。知っている曲をアイドル風に変えるというネタも持っていた。ネタの最後は必ず鳥越が、 超絶可愛い鳥チャーンのコールを発し、大野がこれがメインですなどと言って締めるというパターンとなっていた。コントのネタも持っていた。アイドル鳥越え、ホリプロコムお笑いチャンネル、YouTube2019 年8月13日閲覧、アイドル鳥越えに関するカテゴリー、ありがとうございます。